それでは写真撮影も終わりましたので本題に入りたいと思います。じゃあ監督よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はよくお待ちください。もう一人、監督という立場で、秋季キャンプをご覧になって、まあ、バファローズというチーム監督としてご覧になって、いるわけですけども、実際にこの監督という立場でご覧になってチームどういうふうにこの秋季キャンプに移りました？非常に、手応えを感じたっていうのですね、まあ、昨年の成績こういうものをしっかり受け止めて、はい、また近年の成績も含めてですね、まあ、選手、はい、または浦和さんスタッフ、うん、まあ、我々も含めてですけども、はい、オリックスに関わる全員の人がですね、現状打破するんだと、うん、受け止めた上でそういうことを強く思って、昨日キャンプを過ごしていきました、その中で非常に、グラウンドに立つ選手、うん、またスタッフの方、はい、全員がですね、非常にその変化に対して一歩踏み出した、そういう時間がね、しっかり流れましたので、なるほど、非常になんかこう客観的に見てて、尊いなと、あ、そうですか、素晴らしいなと、ああいうふうに思いました。ということは今は間もなく始まるこの春のキャンプに向けて、まあ、選手も当然その秋の練習の成果を受けてまた臨んでくるものと思われますが、この春のキャンプは監督相当と厳しいキャンプになるんじゃないですか？まあ、僕は決して厳しいキャンプになるとは思わないんですけども、はい、まあ、一番厳しい思いをされているのは僕はファンの方ではないかなと思うんですね。本当に素晴らしいその声援を送りさせていただきまして、ね、はい、喜ぶ回数は少ない、うん、だけどもやはり、またその今年も期待してと、ね、いう時間がずっと生まれてきていると思うんですね、はい、我々はそういうことも含めてしっかりと受け止めてですね、そういうファンの方々に、何とか恩返しするんだと、うん、素晴らしい時間を流すんだと、そういうものを、はい、しっかり念頭に置いて、日々を送ると、そういうことが、ね、今大事なことで、まあ、そういうことをですね、今実行しようと、一歩も二歩も生み出した選手、一日一日に増えていってるんですね、うん、はい、はい、ですから今年はまあ、私は決して表に出ることはありませんので、はい、そういう悲しくなった選手、うん、こういう選手を前面に出してですね、はい、またそういう選手たちを家族のように、はい、声援を送り続けてくださっているファンの方々、はい、はファンの方々と選手を前面に出してオリックスが戦っていくと、なるほどね、そんなものですね。そうですね、まあ、ファンの皆さんも去年はね、本当に悔しい思いする回数の方が、当然負けた試合の方が多かったわけですから、多かったわけで、もうずいぶん待ってますもんね、ね、オリックスのファン、オリックスブルーウェーブから応援してくださってる方は、1996年から、近鉄、大阪近鉄バファローズから応援されてる方も2001年です、長いもん時間が流れてるわけですから、もう本当にもう皆さんの期待というのはどんどん高まっていると思われますよね。そうですね、ね、はいはい、そんな中でキャンプの日程を教えてもらいますと、監督、休みが少ないですね。ロッキン日給ですか？いやいや、募金日給ですから、これはまあ義務教育と一緒ですね。いつか勉強働いて、休み中止。はい。募金日給でも、それでも今までのあれ比べますと、結構これあれですよね。長いスパンでの練習があって、休みが1日あってみたいな感じで。まあ、そうですね、まあ、先ほども言いましたけども、まあ、厳しくすることが目的でもありませんし、ね、はいはい、疲れさせる、また怪我させることも絶対目的ではありませんので、はい、強くなることも、ただそれが狙いですので、なるほどね、はい、しっかりとしたプロセスを、ね、はい、踏んでいきたいと、また募金1級という、うん、1級っていうところがね、はい、非常に大事な時間になると思います、ね、その一級がね、はい、はい、どのような休みを送るかということで、ね、はい、また次のプール全く違ったものになるんですね、まあ、何より品質の高い、いい練習をですね、はい、するこういうことが目的ですね。なるほどね、はい、
森脇監督と言いますと、去年は最後の9試合ですか、まあ、代行として監督をされて、まあ、その前も実はソフトバンク時代に監督、2006年のシーズンでしたか、はい、WBC が行われている時期のオープン戦の間、王監督が WBC の指揮を取ってらっしゃった時には、代行という形を取られましたし、7月の6日の段階で2006年、王監督が休養された時の代行を任されたのも、まあ、実は森脇監督、代行なんですね。ですから、そういった意味では、なんか我々はその実際に監督として指揮を取るという姿、もう全くこう違和感がないと言いますか、普通にこうすんなりと森脇監督の姿が入ってくるんです。ファンの皆さんも一緒だと思うんですよね。そうですね。まあ、ただ、僕自身はまだまだね、当然のように言うまでもないんですけども、未熟です。いえいえ。大いにですね、たくましくなった選手、また心強いファンの方々に前面に出ていただいてまして、戦っていきたいと。またそういうことを非常に自分の中でも強く願っているんですね。はい。その監督という指導者という立場でいらっしゃるわけですが、森監督が今までそのプレー、まあ、プレイヤー時代も含めて非常にこう影響を受けた指導者の方とかいらっしゃるんでしょうか。その都度、はい、ご縁をいただいた指導者の方々にですね、多くのことを学ばせていただいたと思います。はい、僕の場合は十数年にわたってですね、王監督と非常に近い距離で、ね、はい、時間を共有させていただきましたので、どうしても王監督の王会長の名前が、常に今出るわけですけれども、それも事実ではありますけれども、本当にその短い期間、短い時間しか、一緒に仕事ができなかったという指導者の方もですね、中にはおられるんですけども、そういう人からもですね、名前を挙げればキリがないことですけども、いろいろ学ばせていただきましたね。さあ、そんな森脇監督は、実はそのホークス時代長くて、実はオリックスの敵のチームからずっとオリックスをこだわりしていた。随分外から見るオリックスと中に入って指導されたオリックスとというのはイメージ、印象は違ったんじゃないですか。はい、やっぱり当事者になるほど客観視するっていうことは大事だと思うんですね。そういう意味では、昨年1年、貴重な時間を、いただいたわけですけども、中にいながらですね、オリックスっていうチーム、または家族の一員である選手、そういう存在を客観視する自分も持っていたんですけども、外から見る印象と中に入っている印象、ほとんど変わらなかったですね。ああ、そうですか。はい、なるほどね。そんな中で、まもなく始まるそのキャンプ、そしてシーズンと、我々はその森脇新監督率いる新しいこのオリックスバファローズに大きな期待を抱くわけなんですが、監督、手応えは先ほどあるとおっしゃいましたけども、去年はこの怪我人が多くて、なかなかこのシーズンを通してベストメンバーで戦える時期というのはほとんどなかったんですよね。はい、そうですね。一番心配したのは我々はそこなんですよね。今年果たしてオリックスがベストメンバーで組めるんだろうか。組めたら相当強いと思いませんか。ねえ、皆さんもそうおっしゃってます。本当に素晴らしい選手がたくさんいますし、またそこの現状にとどまることなくですね、一歩も二歩も踏み出して、さらにたくましくなろうと、する選手がですね、日に日に増えてきて、非常にそういうことは頼もしく思える材料の一つではあるんですけども、さらにやっぱり客観的に見てですね、こういう場ではですね、言う必要もないのかもわかんないんですけども、他球団もやはりなかなか素晴らしいです。そうですね、勝ち抜くっていうのはやはり相当しんどいことだと思うんですね、だからこそファンの方々には今一度ですね、変化をしっかりと見せてくれた選手に、大いに期待をしていただいてですね、我々の力で選手を踊らすんだ、今までもそうだったように、今年もですね、今一度力をお借りしたいと、そんなふうに強く思います。そうですね、確かに今監督の口から変化という言葉が出てきましたけど、今そういった意味でそのオリックスというチームに一番求められている要素が、スピードというものももちろんそうなんですが、そういった変化というふうにどうチームが変わっていくかというのを一緒に今シーズン皆さんと見ていきたいなと思うわけですが、森脇監督、今こうやってお話しさせていただいた中で、皆さんお分かりのように非常にこう分かりやすい言葉でいろんな言葉を伝えてくださいます。で、僕も評論会時代に一緒に放送席で一緒にお仕事させていただいたんですけども、
まあ、そういったことでいろんなこの言葉が今後キャンプからオープン戦、公式戦と発信されていきますので、その辺も期待していただければなと思っています。いつもですともうちょっとこの砕けた感じの読書になるんですが、監督ですからね、そういうわけにはまいりません。それでは、残り時間というのは僕サッカー気になるんですけども、皆さんの質問をねお受けしたいと思いまして、もうぜひ森脇監督に聞いてみたいという方、手を挙げてください。花木さんがマイクフォローしてくださいます。はい、ちょっとね、大前さん、その前にね、うん、聞こんどんですよ、僕何言ってんの、ちょっと待って。ちょっと高いところ失礼します。今日発表されたキャッチフレーズが、前がこんな感じ、後ろ、あ、写真撮ってみます、はい。もう見て並んでたよね。はい、5時半から、はい、はい、お帰りの際、ぜひお買い求めたいです。1枚いくらなんですか、これ。2500円です。2500円。で、2枚買ったらいくらですか。そういう大阪的な発想はないですね。はい、ぜひぜひ、このために着込みました。あ、はいはいはい、ぜひ、この家を聞いてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、こんな球団の宣伝も入りながらの質問コーナーでございます。はい、はい、ぜひ監督に聞いておきたいこと、皆さんございますでしょうか。はい、どうぞ。誰行きましょう。そう、でも、花さん、じゃあ。あ、じゃあ、聞きやすいところでいいですか。はい。タッツルギまで。はい。お名前をどうぞ。福島です。福島さん、どちらからいらっしゃいました。八尾です。まあまあ、中途半端だと思います。おいくつで。16歳です。バファローズファンリーが何年。8年ぐらいですね。その8年前まではどこでファン。巨人です。聞かなくてよかったね。はい、はい、では、監督に質問どうぞ。質問まで長い。キャッチフレーズがスピードアルファということで、あ、でもスピードアルファを象徴するような選手を一人名前でお挙げいただけるなるほど、具体的なということで、スピードアルファをさ具現化するような選手、監督、一人あえて挙げるとするならば、一人って難しいですね。一人では難しいですけどね。はい、僕の方から聞いてみたいですね。はあ、どんな僕が選手を挙げると思ってますか。どんな選手を挙げるこれ。でも後ろで買い取ってもらうのは正解かどうか買い取ってくださいね、監督ね。ちょっと監督の心の思った選手と福島君の思った選手が一致したら宮古島キャンプご招待。はい、どうぞ。僕は坂口選手かなと思います。僕はそれほどいい人間ではありませんけどね、特別悪い人間ではないんで、もともと思ってたことは言いますね。はい、おそらくまあそういう坂口であるとか、うん、まだ足の速い選手の中でみたいな、はい、そんなふうに思ったんですけど、あえてあげるということにおいては僕は T 岡田。おお、T 岡田の監督、どういう部分のスピードでは求め、ホームラン、漠然とした言葉ですけどね、うん、変化するスピード、あー、これを求めたいというふうに思いますし、それをしっかり頭に入れて、取り組んでくれています、はい、今年1年、きっとファンの方々に納得できる姿を見せ続けてくれる、うん、そんなのもはい、そうかもしれませんね。この成長途中での変化っていう言葉はそのまま進化という言葉に置き換えられるかもしれません。そのスピードにも期待してください。はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。宮古島残念です。残念。花木さん、はい、じゃあどうぞ。はい、次の質問お願いします。はい、ま、ちょっとごめんなさいね。今度ね、女性にお伺いしたいんだけど、はい、女性の方はね、これ結構茶色いんですよ。あ、女性がいらっしゃいました。すいません、後ろからなって見えなかった。はい、お名前どうぞ。平野です。平野さん、どちらからお越し。和歌山です。遠いところ、和歌山からお越しです。まあ遠いっちょうでもないか。はい、では、はい、ご質問どうぞ。監督、今年は試合前のノックはもうされないでしょうか。試合前のノックです。どうでしょうかね。
ハンドボール入れる唯一のチャンスがシートノックやって、ちょっと勘違いされてる感じやいずれにしましてもね、練習中もあのゲームになっても、僕はもう、奥の方にいると思いますので、ありがたいんですけども、どうかそのあたりのポスターで。そこからポスター山ほど作るからね。本当に。任せて任せて。ぐるぐる。はい。いや、でも本当、監督のノックって本当に。そうですね、ノックの名人とも言われていました。はい、これはもうひたすらですね、たくさん受けてくれる選手がいたおかげで、人並みにね、ちょっと技術が身についたかなと思うんですけども、まだまだね、選手にノックでもして、力を注いでいきたいとも思っています。はい、そうですね、はい、ぜひお願いしますね。テレビでもなるべく多くのカット抜くようにしますのでディレクターにそう言っておきますね。ありがとうございます。せっかくね、森脇監督ですから、その露出はしていただけるぜひお願いしますよ、ね。はいはい、アナウンサーの立場からもお願いしますよ。わかりました。はい3つ目の質問いきます。はい、じゃあ後ろの方いきますね、せっかくなんで。森脇さんだから今日もっと女性の割合多いのかなと思ったんですよね。思ったよ ね、 ねえ、ちょっとあれですか、人気加工気味。はい、じゃあ行きましょう。はい、お名前どうぞ。岡坂さんはどちらから。はい、おいくつ。15です。15歳、若いね。バファローズ歴は15年。3年ないな、意外とビギナーやな。はい、補聴についてなんですけど、去年に続いて今年も結構いろんな選手取られてたんで、今補強した選手の中で一番期待されてる選手は誰ですか。ああ、補強ですかね。まあ、外国人も含めて、そうね、平野選手、マハラ投手などの加入もありました。そうですね、まあ、はい、本当に先ほどと一緒なんですけどね、まあ、それは言ってましたけど、はい、まあ、前の、ね、過去の縁ということもあって、マハラっていう、ね、ところだと思うんですけども、はい、もちろんマハラにも平野にも、遠野にも、はい、また山本、ね、あまりね、皆さん山本っていう名前は馴染みがないと思うんですけどもね、はい、先ほどから言ってますように変化という意味ではですね、環境が変わって、はい、本当にその今までのない取り組みをすることで、はい、まさかの坂っていうのはいくらでも起こると思うんですね、うん、そういう意味ではマハラが活躍すればさも当然だと、はい、いうふうに思われるでしょうし、山本っていう名前の馴染みのない、ね、うん、選手が活躍すればですね、はい、あれっていうふうに思われるかもわかんないですけども、それぞれの選手の大きなまた可能性をですね、現時点で秘めてると思うんですね。そうですね、またそういう選手に刺激を受けた元々のうちの選手、はい、彼らの成長、変化、進化、こういうものにも大いに期待したいと、従いまして、なかなか誰にっていうことじゃなくて、はい、やはり、今年においては特に、現有の戦力、はい、または新しく入ってきた選手、ドラフトで入ってきた選手も含めましてね、はい、みんなにやっぱり大いに期待したいと、そうですね、まあ、その辺の力がうまく融合していくとチームの一つの大きな力になっていくということですもんね。はい、そうですね、はい、山本選手、秋のキャンプでも目立ってましたね、監督ね。はい、いいもの持ってますね。そうですね、期待してください。地元関西の出身ですもんね。そうですね、神戸ですもんね。はい、サイン会の抽選にお願いしますということで、最後もう一つだけね、はい、いいですね、はい、いいですね、もう一ついきましょう。はい、はい、じゃあ、ラストの質問です。せっかくなんで、中の方ごめんね、マイクのコードが、いらっしゃいませんか。悪いんやけど、前まで出てこないですね。もうマイクは届けへん、ね、すいません。はい、お名前どうぞ。お名前お約束や。はい、お名前どうぞ。北原さんは、お年はいくつ。16歳、そうなんか、やっぱ若い方多いですね。若い男の子が多い。そうですね、若い男の子に人気があるとよくわかりました。わかりました。多分、AKB のついで。あ、全然興味がない。はい、そしたら感じの質問どうぞ。さっきから補強の分もそうなんですけれども、
やはりファンとしては価値プラスアルファで、若手選手の活躍、ハイヌキの活躍というのを期待したいんですけれども、あの補強の分で今後厳しくなる部分もあると思いますけれども、若手選手に最低限求めるものっていうのは何でしょうか。いい質問ですね。しっかりしてる。すごいね。競争激化する若手選手に求めるもの、監督。はい、これはあの、現時点のね、はい、力関係ということになれば、もちろん私たちが劣るケースも確かにあるかもわかんないんですけども、僕は今一度プロフェッショナルとしての高い意識、こういうものをね、常々若い選手には求めていきたいっていうのを思います。なるほどね。はい、やっぱり、このプロ野球に入るまでにですね、ご両親、またいろんな支援者の方々がのそういう力添えがあってプロ野球に入ってこれたというような過程が必ずありますので、そういう人たちに一日でも早く恩返し、できるためにも、するためにもですね、高いプロ意識っていうことが絶対大事になってくると思います。それとあと若い人を使うと、はい、まだ僕であれば若い人をどんどん起用するんじゃないかなというふうに思われている方が多いと思うんですけども、はい、僕は基本的に、ファンの方々が見られて納得できる選手を前面に出していく。なるほど。その人が若ければ若くていいし、うん、やっぱりその人が35歳であったとしても全然問題ない、はい、うん、はい、まあ、ファンっての我々ということを基本にですね、はい、選手に求めていきたいというふうに思っております。なるほど、そういうことでございます。まずはプロとしての高い意識、あとは年齢に関係なく皆さんが納得するような形の選手、まあ、それがチーム側と一致すればこれ以上いいことはないわけですからね。そうですね。そうですね。よろしいでございましょうか。今日はなんか質問のレベルが皆さん、これ僕の手柄にしていいですか。はい。ということで、それでは今日はサイン会が行われたんで、それの抽選会が今からあります、はい、で監督に聞いていただいて、その番号から、ね、50人の方ですね、はい、4分の1か、はい、確率は。そうです。監督、今年ドラフト何分の1でしたっけ。でもなんかね、まあそれはしょうがないにしてね。じゃあ監督に引いていただきましょう。何番になりますか。はい、1番。すみません、じゃあ開けます。私が読み上げます。3番です。3番の、じゃあそのカードをお持ちの方、3回、はい、紳士でございます、ということで監督、この後も再開ありますけども、どうぞよろしくお願いします。はい、ぜひ今年2013年ファンも我々に期待しています。最後に力強いメッセージを一言いただければと思います。はい、長い、タフな1年になると思いますけども、はい、どうかですね、はい、ファンの皆様方のお力で、うちの選手たちを支えてやっていただきたいと、そうですね、そのように思いますし、はい、去年よりも1試合でも多くですね、うん、グラウンドの方に、足を運んでいただきまして、戦いを見守っていただきたい。そうですね、我々は素晴らしい時間が流れるように最大の努力をしていきたい、はい、そのように思っておりますので、はい、1年間どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。2013年チームアルファ新しい吉田ハウス、森脇ハウス、ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。それではこの後お待ちの会議になります。ありがとうございました。